市川、船橋戦争とは、慶応4年うるう4月3日に行われた、母親戦争における、戦闘の一つである。船橋の戦いとも呼ばれる。桜街道沿いの下宇佐国市川、船橋をめぐって、新政府軍と江原伊三郎が率いる、殺兵隊の分隊を中心とした、旧幕府軍との間で行われた。江戸城無血開城後の南関東地方における、 最初の本格的な戦闘であり、新政府側にとっては、旧幕府軍の江戸奪還の挫折と関東諸藩を、新政府への強順に動かした点での意義は大きい。4月11日、江戸城の新政府への明け渡しと、前将軍、徳川義信の身と藩預かり、湿居が決定すると、これに不満を抱く、旧幕府の少子の中には、江戸を脱出する者が相次いだ。 榎本武明は海軍を率いて、立山に入り、大鳥圭介は陸軍を率いて、市川に入り、福田道直は、新政府標隊である、殺兵隊を率いて、木更津に入った。江戸城会場の翌日である十二日に、殺兵隊2000を率いて、木更津に着いた福田は、大鳥が市川の河野台にいるとの報を受けて、市川の増援のためにまず、江原伊三郎の第一大隊に、 兵300を与えて中山北家教授に派遣し、続いて第2大隊、第3大隊の兵600を船橋大見和宮に派遣して、ここを殺兵隊の本営とした。ところが、現地についてみると幕府軍は全く存在していなかったのである。これは11日に新選組副長であった肘方歳三が大鳥と合流し、流山で局長。 近藤勇が新政府軍に捕らえられたことを知った、大鳥が市川滞在に危惧を抱き、日光山で会津藩と連携して、新政府軍に抵抗する作戦に変更して、殺兵隊が来さらずに入った12日にはすでに全軍市川から離れて北に向かっていたのである。大鳥が北に逃れたと聞いていた、新政府軍にとっても殺兵隊の出現は予想外であり、 直ちに、戦術塾を守備していた岡山藩に、殺兵隊の武装解除を命じた。4月25日から8万で、武装解除の交渉が行われ、翌日には3日以内の武装解除殺兵隊戦法の抗原に命じた。江原は、大鳥隊との連携の可能性がなくなった。以上、単独での江戸奪還は困難と考えて、徳川家の加盟再考が許されるのならば、 武装解除やむなしとして、これを受け入れた。ところが、陣中に戻ったエバラがこの意向を伝えたところ、体内の強硬派の突き上げを受けて、武装解除の議論はまとまらなかった。これに対して、新政府軍は、市川、河野台近くの具法寺に本陣を置いて、行徳に、福岡藩百八万に、岡山藩他1百鎌ヶ谷に、佐渡原藩二百本陣のある市川には、 アノーツハン400が配備された。4ハンの隊長は4月28日に軍議を開き、ウルー4月1日までに武装解除に応じなければ攻撃を開始する意向を固めた。翌ウルー4月2日、4ハンは最後通告を発したものの、殺兵隊はこれを拒否する。エバラは新政府軍の総攻撃が近いと考えて、先手を打つことにした。ウルー4月3日の早朝午前5時頃、 殺兵隊が八幡の岡山藩陣地を攻撃した。不意をつかれた岡山藩兵は大混乱に陥った。あの津藩の援軍が駆けつけて、市川方面から砲撃を仕掛けたものの、岡山、あの津藩軍は総崩れとなり、市川にて大砲二門を奪われ、後方の具法寺で攻防が行われた。この間に市川塾が炎上して127件が炎上した。 ところが、昼頃に急を聞いて駆けつけた松戸方面から、岡山藩の増援が、新宿方面から阿の津藩、薩摩藩の援軍が駆けつけたために、戦況は一転し、殺兵隊は、八万、中山を放棄して、船橋に撤収しようとした。一方、鎌ヶ谷にいた佐渡原藩軍は、八幡方面からの法制を味方である岡山、阿の津藩が殺兵隊に攻撃を仕掛けたと勘違いを、 指摘の下街道から、まご沢を経由して、船橋方面に進軍しようとした。途中、佐渡原藩軍を待ち受けていた、殺兵隊の別動隊が待ち構えており、まご沢と夏見で、衝突。一部の兵士は、迂回を試みて、近くの金杉や行田でも衝突した。殺兵隊を駆逐した佐渡原藩軍は、昼頃に、船橋に突入した。だが、これは、 結果的には、双方にとって想定外であった。佐渡原藩軍はすでに、あの津藩軍などが船橋に入っているものと思っていたのに対して、実際には、味方の兵が船橋にはおらず、逆に、船橋大宮和軍の本営では江原が、市川で新政府軍を打ち破っているという報を受けていたために敵が、突然船橋に現れたことに動揺をきたしたのである。やむなく、 佐戸原藩軍は単独での攻撃を決意、船橋大宮宮の西に大砲を設置し、別動隊を大神宮の南側と北側に配置して、砲撃と同時に大神宮への攻撃を仕掛けた。佐戸原藩軍と殺兵隊は大神宮の北側にある宮坂で衝突して、激しい戦いが繰り広げられたものの、船橋大宮宮が砲弾の直撃を受けて炎上したため、総崩れとなった。 その頃、行徳を出た福岡藩軍は、薩摩藩の援軍の力を借りて、二股を経由して、船橋の入り口にあたる渡積に進出、中山と船橋の連絡を遮断した。これを知らずに、船橋に撤退しようとしていた市川、中山方面からの殺兵隊は挟み撃ちにあってしまい、改装、負傷した隊長の江原さえもが放置される、ありさまであった。さらに、 船橋の街中で、殺兵隊の残党が、なおも抵抗を続けたために、佐渡原藩軍は、船橋塾に火を放った。これが、先の大神宮の火災と折からの強風が重なって、予想以上の大火災となり、船橋を構成する三村で814件が消失してしまった。幸いなことに、翌日の激しい雨の影響で、火災は沈下され、新政府軍は、 船橋の完全な制圧に成功したのである。公式の資料に明らかになっている死者は新政府側20名、旧幕府側13名だと言われている。その翌日には新政府の特使として、柳原崎光が市川に入って、被害状況などを確認した後、市川塾には、金五百両、町の中心部が、ことごとく消失した船橋塾には三0 0両を貸しして、 両地域の住民が新政府に敵意を抱かないように配慮した。その後、新政府軍は、木更津にいた福田と殺兵隊の主力を配送させ、城西藩以外の暴走諸藩は新政府に、標準の姿勢を示したのである。なお、怪我をして現地に取り残された江原伊三郎は、その後、密かに江戸に逃れて、新政府側に投降し、新しく、徳川家の当主となった。 徳川家里に仕えて、静岡藩に下校、後に江原揃くと改名して、政治家、教育者として名を残すことになった。また、明治7年には、千葉県令、柴原我が政府の了解を得て、地元民が旧幕府軍も含めた全て戦死者の供養を行うことを許可している。ありがとうございます。